ンピース割るのモアさん早い。さあ、いやなんかモアさんですか。いやなんかモアさんじゃないですか。待ってみたい、待ってみたい。だって座ってんだもん。もうすげえびっくりした。早い、座るのが早い。そう、座るのが早い。さあ、モアさんはいつもの3キャラではなくメイリーがいるぞ。そうですね、これは保険でしょうかね、メイリーは。いや、メイリーの後ろ2人がどっちかというと保険じゃないですか。確かに。さあ、対するモノさんはジョフを解雇してシンゴを入れてきましたね。キム戻ってきましたね。確かに。さあ、いろいろ使っていただいてますが、テリーは外さない。今のパンチなんだ。さあ、ちょっと画面端固められて苦しいぞ。さあ、メイ苦しい。あっと、ここが繋がらずね。モアさんゲージがないのにちょっとジャパンみたいなのが見えたんだけど。どうなってんの。でもメイリーの先強いからいいんじゃないですかね。あーっと、ここでもう一回久しじゃなくてぶっ飛ばでした。立ちぶっ飛ばでした。しかもあ、でした、立ちぶっ飛ばでした。うまいな、モアさん。しかしここは投げて体力は5分ぐらいに持っていく。まあでもテリーの投げ結構痛いから。テリーの投げは減りますね。はい、これじゃないですかね。結構大事なダメージですよね。あ、うまい、うまいもの。あっぱし、うまい、うまくなかった。下手くそって自分で言ってますからね。うまいもののさんがうまい。ちょっとここは体力もゲージも温存しておきたいところだ。うまく立った。うまい。弱い。ガーキャンは弱い。モアさんが。そしてあそこは無理をせずに波動 B じゃなくてジャンプ A とかでよかったんじゃないだろうか。ゲージ溜めの。ゲージを溜めたい。それは間違いないです。あとうまい。これは厳しい。命がけの信号キックが受けられ。おお、うまい。柔軟はガード。うまい。さあ、ちょっとモアさんのキレがいい。どうした、いつものパパじゃねえぞこれは。あっと、しかし信号のジャンプキックが強く相打ちになってしまう。なんかモアさんが来て、はい、私先にいたんですけどバーサスに、はい、それでやろうぜって言われて振ってみたらネオウェーブやってて、え、なんでネオウェーブって。ネオウェーブをやれというお誘いだったんですね。メロニーウェーブじゃなくてすげえビビりましたね。モアさんがネオウェーブやってるとこ見たことないと思う。私も見たことなかったです。だから何を言い始めたんだろうこの人は、超ビクビクしてました。さあ走って、僕がここはさあ毒ガミでなんかごちゃ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 しましたね。銃撃系ね、はい、これ信号結構きついんですよね実際。あ、やっぱジャンプ軌道が緩かったりする問題ですか。それもあるんですけど、はい、ロバートのジャンプ C とか、はい、ぶっ飛ばとかちょっとこう抗えない技が多いんですよね。あ、なるほど、確かに。しロバート側もやっぱ貯めなきゃいけないから、はい、中盤の存在は鬱陶しいかなと思うんですけど。なるほどなるほど。確かに裏ロバは結構魚えないキャラ多いですからね。そうですね、抗えない。あっと、すごい当たりが落ちたぞ今。お、うまい。あーっと、モアさんから独り言がすげえ来る。モアさん、モアさん独り言が。さあ、しかしここはなんとか、放脚、マックス放脚使ってしまったが、裏ロバを倒し、体力自体はほぼ五分状態で持ってきましたね。ただゲージ差がかなりありますからね。これ近づくのがきついんじゃないですかね、キム側が。近づいても結構ガーキャンとかで離されちゃいそうな感じしますけど。そうですね。さあ、キムちょっと苦しいか。お、ここでチャンスを掴めなかった。また近づくのがちょっと苦しい。あっと間に合ってる。しっかり見てる。しっかり見ていた。変わったのはモア。さあ、続いて 2P 側はなんか今日、はい、変な感じしません？あの電球がチカチカ鳴ってることですか？あ、いや、バーサスが暗いのもそうなんだけど、バーサスすげえ薄暗いですよね。なんか今日すごい怪しい雰囲気を醸し出してますけど、目に優しくないゲーセンですね、すごい。さあ、ここでモアさんはさっきとキャラ変わらず、トンカツさんがおもてしるみバイスマチュラかな。これもなんか異色の対戦ですね。そうですね、無印
てみたかなぐらいなイメージがありますが、あ、これは無印から変更点だよね、はい、なんかマイ B がコンボとしてつながるのは、はい、確か無印はつながんなかったよね、わかんないっす、あ、なるほど、確かそうだった気がするんだ、なるほど、表セルビー側ですか、そう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 、おほジャンプ D うまい、ここでの当てにお使い、ゲージを払って消費を当てていく、体力はほぼほぼか、通常投げが決まってフォアサークルシェア、勝手にで返す、貪欲や、モアさんからすげえ歓喜の声が、若い声が出てましたね、そうですねイエーイっていう、一時のパパとは思えない声がさて中堅出てくるのはバイズ、ここでまあ早いですね、一瞬で決まりましたね、中断ですからね、早いです、トンカツさんも下り顔です、けどちゃっかりモアさんがしゃがみへ出してたのも早い早かったよね、フラロマ対バイス、おうまい、走り込んで金利、ジャンプ C が強い、苦しい、投げが強い、判定を押し付けてトンカツさんがちょっとピンチな状態、これきつそうですね、ロマそばに待たれたら結構辛いんじゃないですか、ね、あーね、リードされるとちょっと苦しそうですね、これは、まあ、ここで裏ロマがほぼ無理傷な状態でフィニッシュ、マッチャーもゲージかなりあるんで、そうですね、なんかゲージを生かして戦っていきたいところですが、もうトンカツさんといえばマチュアなイメージですからね、もう確かにそうですね、そんな感じしますね、ここからの逆に立て逆算をよくよく見てきましたから、ワンチャンあるんじゃないかと、めくり、あれはなんか立っちゃうと当たるんだよね、2段目をね、そうなんですか、めくりだからってことですか、あれけど立っちゃうよね絶対ね、1段目中段で食らってるからやばいっつって立っちゃうんですよ、どうしても、あれは立ちますよ、しゃがんでる人見たことないですもん、ほとんど、あーね、はい、さあここはトンカツさんが冷静、あーなんかこのコマンド投げは冷静な人を許さない、いいこと言いましたね今ね、いや本当あのコマンドは冷静な人ほど許してくれませんからね、かさあ大将裏拓磨対マッチャ、マッチャのゲージはピカピカだ、これは何か起こるかもしれない、さあ剣で入った、ちょっとめくれてる、前A がディレイになっていないが大志貢献でフォロー、モアさんがめっちゃ叫びますな、さて 2T 側は S さん、はい S さんですね、はい、 S さんも数少ないシャンペイ使いの一人ですからね、かなり貴重な、え、いや貴重ですよね、本当に思ってます、いや思ってます、本当に思ってます、さてパパは相変わらずのキャラ選択、メイリー、ウラロバーとウラタクマ、順番も多分このままでしょう、対する S さんはシャンペイキング、ウラケンス、ウラかな多分、ウラ、ウラ、わかんない、やっぱシャンフェイ3番手っていうのがなんかやっぱりうーんって思っちゃう感じなのは私だけでしょうか、シャンフェイ3番はやっぱ適正ではない、本来は適正ではないっていうか、やっぱり性が細すぎる気がするんですよね、あやっぱりすごい馬鹿力なキャラでもないんで、あそれは確かにそうですね、あまあ発動してエサカーとかそういう面白い要素はあるけど、あっぱりっていう感じが私はしちゃうんですけどね、まあ、確かにあんまり、まあ、シャンフェイ自体も少ないけど大将に置いてる人はなかなかいないですよね、そうですね、やっぱり関西の方だとなんか大将シャンフェイ前はちょっと見かけたりしましたけど、関東ではあんまり見かけないなってイメージがありますけど、さあなんつってるうちにメイリーがちょっとピンチになってきた、うわースライディングをコマ投げです、コンプが繋がらない、うまい、うまいって聞こえてきた今絶対なんかうまいの後に何かが起こってる気がしますけど、カナさんが追っていく、そして中間裏ロバートが出てきて、うまいスライディングで受ける、
見てる。最後は昇竜でフィニッシュ。さて対する S さん、中継出てくるのは表ケンス。これはどうやって戦っていくんだ。なんていけるうちに発動コンボが入ってしっかり3本使っていくマックス消費。これどうやって戦うというか、なんかもう激減りしましたね、とりあえず。そうですね、足払い、エスカリに足払い、そしてここはうまい勝利で落としていく。まあ、よしさんだいぶ落ち着いてますが、やはり落ち着けないこの技。やはり落ち着いてる人がよく食らうという噂の駒投げが。さあここでゲージは払ったが、体力は結構多いままで裏ロバが制する。さあゲージを本部長先生だが、どうするのか。これこの対戦自体はちょっとやっぱ厳しいのかな、先生どうなんだろう。男性がなんだろう、置き攻めに行ければ結構いい読み合いとかもできると思うんですけど、あと男性こかされた後のその駒投げとかの、はい、そういう読み合いがまたあるんで。当たる当たるが、おーうまい、これは勝負にかかる。あ、死なない。あすごい、シャンフェなんか演舞みたいな台本みたいな感じになってましたけど。さあここで裏タクマが出てくるが、体力はかなりシャンフェ不利だが、さあワンチャン掴めるか。 S 川うまい。おっと、あ、うわー、なんかね、なんかね、なんかだった今のは。まあでもしょうがないっす。さて次に出てにヌッピーに出てくるのが、はい、大丈夫ですか。やばいです、はい、今週末小岩で大会です、さんです。はい、土曜日でしたっけ。土曜日オズワルドがいないと叫ぶ。確かにさっきまでイレブンやってたかな。さあというわけで、まあ小岩の大会ね、この前、はい、我ら行きましたけど。そうですね、我ら行きましたね。なんかボコボコになる綺麗にね散ったんですよね。そうですね、綺麗に散ってきましたね、はい、お互い一回戦負けでしたよね。あれそうでしたっけあれ俺そうだっけ、わかいや、もう分かっそうなんですけど、そうなんです、はい。さあ、もしまず小岩で大会さんはラルフ・クラークチョイを選択。なんか変わったチームですけど。そしてモアパパはメイリー、表社裏タクマ。これ減りますよね。はい、ここが入って足払いで最後フィニッシュ。さあ中堅出てくるクラーク、ゲージがゼロ本、ちょっと厳しいか。投げは確定せず、投げはジャンプ、垂直ジャンプで避けて、なんかだいぶ喧嘩殺法になってますけど、すべてあしらわれてしまっている気がするが、これ一発。なんかお互い何かしらバタバタ動いてる常に何か動いてる気がする。ファーストお咎めはなし。だけどモマサもなんかリバーサバックステっていう、もう完全に13に13のになってる気がしますが、あーなんかすごいすごいです、すごいです。何やったらもうよくわかんない。ガン切れ、ナパーム一発ぐらい入るよと理不尽なことで切れる。さあ、ソイ1枚になってしまいました。どうするのか。ゲージがちょっと足りない気がする。あ、なんか強気に突っ込んでいく。ウキーだけで勝ってる。さあ、ほぼ無傷っていうか無傷でチョイが勝って、ここで表社が出てくる。ゲージは2本持ち。表社であればワンチャンなんかこう何もさせずに、そうですね、チョイ側が、はい、っていうこともありえますね。おーっと、ここでジェットアッパーが出てくる。うまい、しっかり追い入れて。さあ、もうチョイ側はちょっと相打ちでも痛い状態か。うわー、
なんだ、ガーキャン釣れるのね。え、これはあのキャラ限ですかね、全キャラいけるんですかね。あー、どうなんだろう、ちょっと気になるところですが。確かに。おー、めくりはちゃんとするが、2回目のめくりはガードできない。ここでしっかりフィニッシュ。さあ、スワルは初期プロですね、プロ。さあ、J 一人では心もとないということでいや、そうですね、J 一人だともう何やらかすか分かんないんで。そんなことはないと思いますが。さあ、スワルは初期さんですが、本キャラじゃねえかよ。これは勝ちに来てますね。ますね。やはり最近の初期さんは勝ち星を稼ぎに来てるというもっぱらの評判なんですがでもなんか変なところでやられてるイメージありますよね。あ、まあ、そうですね。なんか先週だったから、先週もなんかクラークにすごい負け方して椅子の上を回転したっていう可愛らしいエピソードを聞いたんですが。あー、なんか見た気がする。何やってんだろうこの人って思ってましたけどさあ、そんな初期さんがベイマルで裏テニスをなぶっていく。でもマーパパも本キャラですね。あ、そうですね、赤い3人だ。さあ、ちょっとこれは裏件数が厳しいか。しっかり昇竜で落とす。ゲージがモリモリ溜まりますね、ベニマルは。ですね。やっぱり、最近俺シェルミーとか、はい、パーを使って思ったんですけど、はい、遠距離でゲージ溜める行動ができるキャラって大事ですね。そうですね、やっぱり大事ですよね。特に子供、何出してもたまらないっていうか、たまる行動って全部命がけじゃないですか。そうですね、近づかなきゃいけないですからね、まず。いやー、あとここは使ってしまう昇竜、画面端タビーはガードを金 D でお返し。なるほど、あれはリバダイを咎めるいい金 D ですね。なるほど。あれは持続を重ねたら抜けれるとかあるのかな、クリアクリア出されても大丈夫とか。どうなんでしょう、でも壊しとかじゃないから無理じゃないですね。でもどうすか、霞の金 D とか重ねるとクリアクリア大丈夫なんですよね。確かに霞の金 D は大丈夫ですね。ベニマルならぶっ飛ばしとか大丈夫そうな気がするんだけど。あ、そうですね、金 D も大丈夫なのかな。行けそうな気がしますね。ぶっ飛ばし持続長いですよね。長いです、長いです。あと叫び声が初期さん冷たすぎるっていうか、あなたミスりすぎでしょ今日てかあれを何もお咎めしない人逆にいるんですかね。さあ、そんなミスりすぎな人に負けた私が言うこと権利はありませんが、しょうがないです。あれはもう冷静な人ほど駒投げを当たるっていう噂なんで。あ、トゥリアトゥリアですか。そうですね、なんか落ち着いてしゃがんでたら死ぬとよくある。よくありますね。まあ、しょうがない。さてここで、さあ初手ベニマルを倒して中堅は K ダッシュ。画面端に追い込まれるが前転で抜ける。さあ、モアさん自慢の親父ですが、親父同士何か通じるものがあるのか。さりげなくディスってますね。ディスってないですよ。あ、ディスってないですよ。いや、子供がいるというのは素晴らしいなと思う。なるほど。あ、というディスる意味の親父ではないですね。あ、そうです、父親という意味。あ、なるほどなるほど、パパですね、パパ。そうです、パパ。さて体力いい感じで、おっとここで裏タクマがリードしてるが、ちょっとこれは苦しいぞ。さあ、じりじりしているがリードは裏タク。あっと、あっと、これはあっと痛いワンコンボ。首の皮以上につながったが、こう足が刺さる。もう朝なぜか立っていた、中断を警戒してしまったが。でもさっきも中断食らった時、俺立ちガードしたかったって食らってるっつってて確かに中断なのに立って食らってるって言ってました、ね、さあ、このゲームにはリバサバクステはありません。勝ったのは初期さん。さあ、 1P 側は 1P が Q さん、 2P は初期さん。さあ、初期さんはいつもというかもう本キャラでガチガチで固めてきてる。今週も椅子の上で回転する初期さんが見たい。さて、対する Q さんはちょい裏ロバーとクラーク。さあちょいボンゲ、 Q さんがちょいボンゲを使ってるとこあまり見ないんですが、最近のブームなのかな。最近なんか使ってるっぽいですね、飲み合い見ると。はい、ちょこちょこ使ってる感じですね。
さあウキがすごい当たり方したが、ベニマルコレダー投げていく。無印の頃は一時代を築いたキャラですが、 UM ではちょっとかわいそうなことに、ちょっとゲージがないと本当どうしようもない気がしますよね。そうですね、火力が叩き出せないけど、おーっと見えない、あれは見えない、ひどい空中技だ。さあチョイボンゲには昔からめくりと相場が決まってますからね。そうですね、やはり姿勢というかもう身長自体が低くて、はい、横幅が厚いキャラなんですごいめくらい方するんですよね。ありますね、やっぱりパオとかでもそうだし、小さい子だとそういうの多いですよね。なんかパオって中心軸がおかしいせいか、あんまりね、はい、ひどいめくられ方しないですよね。あ、そうなんですか。なんかよくめくられるイメージが自分の中であったんで。まあ、横はでかいですからね、パオも確かに。さて、そうこう言ってるうちにベニマルがちょっと体力が高くなっている。あとすごい乗っかり方して、キャラだ。壊し3発から昇竜をして、昇竜様、まあコマンドは昇竜、まあ、壊し3発から昇竜だったと思います。して食さん、今週は椅子の上で回らないように本気で壊しにかかってますね。そうですね、もうあんな思いはたくさんだと言わんばかりに攻め込んでますね。でも対する Q さんもずっと長年使い続けてるであろうクラークなの で、 そうですね、ライディさんも言ってましたけど、はい、あの今時クラークを使ってる人はやはりやり込みと割り切りをしっかりしてると思うので、はい、なるほど。ベニマル、あっとおっと、置けた、減りますね。確かクラークの空投げ減るんですよね。そうなんですか、はい、すげえ減ったように見えましたね今。他のキャラ10前後ぐらいだと思うんですけど、クラークは確かフィクサーとかって結構高いんですよ。そうなんですか、すげえな。まあ、でもそれぐらい優遇されてもいいんじゃないかという性能でもあると思うので。まあそうですね、クラーク使うんだったらそれぐらい許してあげようよって感じはしますけど。まあそうですね、ただし五条さんあたりとかとやると、なんでこのキャラクターに減るのっていう言いたくなるような感じですが、あとここは D 投げで亀橋お帰りいただいて、ブトワー、さあヒヨさん後がない、大ダッシュで抜けていく。あと勝利を見ている。さあジャンプ A で襲いかかる Q さんですが、いかんせん手出しは冷たい。あ、ガトリングスレアをやるも当たらず、足払いでお帰り願われた。さあ冷たい初期さんが勝利して